空間としのりは、日本の美術家、チベット音楽演奏家、福岡県出身、福岡県立八幡中央高等学校を卒業後、上京。いくつかの美術研究所、美術大学に在籍したが、むしろ詩人、滝口修造を師と仰いで、13年間書斎へ、通いながら学ぶ。1971年頃から、銀座アートギャラリー、田村画廊などで、グループ展、 古典を開催。1977年、作品集、和尾岡崎を、滝口修造の協力を得て、4年がかりで編集発行する。1979年、滝口の正を期にニューヨークへ移住する。油彩画、ブラックライトペインティングなどによる活発な創作活動を展開。箱作品の制作も開始する。1997年に一時帰国し、 ギャラリー坂で古典、バクサーラジー、バコ学を開催。文化学院で箱学、ボクソロジーについて講義する。2009年帰国。2010年、東京外国語大学にて実演を兼ねたチベット音楽講義を行う。同年、洪水市に執筆。2011年7月末より2012年3月まで、世田谷区立玉川大図書館で彫刻家。 岡崎和夫を取り上げ、その企画と文を担当した。空間のチベット音楽は一枚の古いチベット写真に掲示を受けたことに始まった。チベット音楽演奏家、タシクンガとして、ダライラマ法王の午前で、日本人として初めて独創。アメリカ、日本の各地で公演している。2019年8月、川崎市、岡本太郎美術館プレミアム太郎ナイトにてライブ。 朗読、エレキザム2演とともにし、海の涙の朗読に合わせた演奏を実施。二千十九年十月チベット亡命政府六十周年に伴ったチパ創立六十周年記念イベントとしての第一回チパ国際会議に日本人で唯一の招待を受ける講義と演奏。http コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ。 v イコール p に q f n h レイクイムハット http コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v イコールユスコークに RZ ゼモシーハットリポータースタッフヒズホーリーノスザダライラマーグレーシズザ・シックスティースマイルストーンセレブレーションオブチパセントラルチベタンアドミニストレーション2021年9月10日閲覧ありがとうございます